Thank you, trailer told. Let's start now. 鈴木さん congratulations on the reveal of Bleach Rebirth of Souls. Can you tell our fans a little bit about the game? Bleach Rebirth of Souls は、Bleach、えー、としては久しぶりの家庭用ゲームになっています。でジャンルは対戦アクションでして、Bleach、えー、の戦いを対戦アクションとして楽しむために、今回のゲームでは、えー、逆転体験というのを一つの大きなコンセプトに据えています。 ブリッジってやっさまざまな魅力があるんですけれどもその中でもバトルことバトルにおいてでいうとやっぱり一撃で勝負に優勢がつくでしたりとかそのあとに挽回して逆転をするという体験が非常にやっぱり特徴的、魅力的かなというふうに思っていますのでそこを今回のゲームには落とし込んでいます。 それ以外にもやっぱりキャラクターごとの刀、残白刀ですねは設定としてやっぱりそれぞれの魂の形をかたどっているというところがありますのでキャラクターごとにその残白刀の特徴を使った駆け引きというのも楽しめるよううになっています If you had to describe すそでね、えー、花でいうとそうか、えー、北米の方々よりもご,覧の、えー、ご存知の方が。 いらっしゃると思うんですけれどもルピナスっていいいいうう花が結構こののタイトルにには近いのかなというふうに思いますルピナスってすごくこう見た目上すごい派手で、えー、綺麗な花なんですけれどもただあの花言葉ってあの前に調べたんですけれども「貪欲」っていう花言葉になっていて、えー、この「リバース・オブ・ソウルス」も見た目すごく派手で、えー、かっこいいゲームにできたかなというふうに思っているんですけれども中身としては非常にこう軸で格闘していく、えー 駆け引きをしていくっていうところは貪欲にやっぱキャラクターごとの特徴を覚えて。え駆け引き、を楽しんでいくっていう意味で言うと上達する要素、まあ貪欲に上達していく。ゲームかなというふうに思っていますので、その意味ではルピナスっていうのが結構近い、表現になるのかなというふうに思います。えっと、like、今回のリバースオブソウルスは、えっとファンの方々ですね。このゲームを楽しみしていらっしゃる方々に楽しんでいただけるように、今鋭意開発をしています。 ちょうどですね、X の公式アカウントの方も解説しましたので、皆さんが多分気になっているプレイアブルキャラクターの情報なども、順次ここで公開していきますので、ぜひ楽しみにそちらもフォローいただければと思います。本日はありがとうございました